航行中の船内はいつもこういう状態なの。彼はタールマン、医者であり地球物理学者、さらに DHV マゼランの艦長兼操縦士。彼もドゥームスなの。あそこの操縦装置がタール潮流とつながっている。だから艦内でもここだけ濃度が高いの。ようこそ、よろしくさん。このままで悪いが、今は手が離せないんだ。一人でこの船？ああ、ほとんどはコンピューター任せだが。これは潜水艦？ああ、そうだ。だが水ではなく、タールの中を潜る。地表下にタール潮流がある。その中を潜航しているの。フラジャイル、君は？私？羽橋部隊の作戦実行のリーダーよ。君がリーダーか？そうよ。もう壊れやすい私じゃない。その子はルーという名前なのか。ああ、サム、失礼だな。私も羽橋部隊のメンバーなんだ。はじめまして、サム。人形？え、何？人形？人形じゃない。よく見てほしい。私は生きているぞ。彼はドールマン。この人形にカーを宿しているの、ね、その名の通りね。元は霊媒師だった。ああ、肉体があった頃ね。今となっては過ぎた話だ。この姿になってからその能力が消え失せたよ。ルー、どこだ？すごいご覧いただきましたが、ちょっと見入ってしまいましたね。